はい、こんばんは。あ、こつかもめさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。百式さん、ビフロストさん、アースさん、ハリスさん、ヌーさんいらっしゃい。こんばんは。今日も潜ってみよう。ヤナコメさん、コークさんいらっしゃい。うん。猫耳につられて。ハイポがなくなりそうなので。よし。キペさんいらっしゃい。職業ね、とりあえず納金3人と回復1人で、これでちょっとエレカ潜るわ。 M さんいらっしゃい。他のリスナーさんがね残してくれてた、ありがとう。明日ちょっとやろうと思う。一番上と一番下が違うやつになってる。トマグルニさん、あっちゃんいらっしゃい。めっちゃお金貯まってる、ありがとね。それってやっぱり生録だからかな、録画できてるのって。鬼村さんいらっしゃい。後々がいけんのか。ペリーさんいらっしゃい。マコパンツどうしたん。ロコンさん、マットさんいらっしゃい。昨日2階まで探索したので、今日はエウレカぐらいは終わりたいな。ウィンドさんいらっしゃい。あー、リアルタイムだからか。うんうん、 TS 見られないから。すごいなんか大変そうだね。パソコン爆発しない？フルタイムで。22個目さん、フェアさんいらっしゃい。とってもゴリラなパーティー。まあ本来の私のパーティーだよね。ソファオがね、もうあのいろいろナクル系手に入れてたんですけど、素手の方が強いので、素手なんだ。いろいろ手に入れたのに残念です。うん、ちょっと納金にしてるよ。またジョブが変わってる。みんなかっこいい納金でしょ。ダダ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 ダ。でも焼肉がやっぱり秀でてる。武器が強すぎて。200超えだもんね。クリダはどうしようかな。魔法も入れたいから。夏目京介さん、あっくんいらっしゃい。うん、龍騎士。ちょっと色似てるもんね。さすがナイトは格が違った。たすけさんいらっしゃい。ちなさんいらっしゃい。34個目さんいらっしゃい。響きにも憧れるし。いやよさん、まだ見てくれてたらいいけどね。ナイトはコウジじゃないと。コウじゃないと。コウジって誰だよ。うん、あの納金でちょっと今日はエウレカ終わらせようと思って。神ゲー来たか、もう終わるぞ。コナのいらっしゃい。長本かな。浩二さんとは。道覚えましたぞ。お豆さんいらっしゃい。器用貧乏さんいらっしゃい。ハゲかけや。浩二さん。もうラストですよ。渡辺浩二って誰だったっけ。渡辺浩二。うん、そうだよ、アンケだよ。みんな考えといてね。ナイト工事、夜間工事のことか。
ゲーム評論家渡辺浩二さん。まあそんなマイナーなところ、もう決まってるんですが、それは当日ね、予定が合えばいいけど。そうだよ、からっきしだよ。禁断の武器を取りに行くのに肉体のみが武器にすぐいあ、エキンクやばいかな。渡辺恒夫、ウィズはどうだろうね。あんまり選考会で運がない気がする。ちょっとさすがにウィズはしとこうか。ジョナさん、トモさん、いらっしゃい。ベヒーモスってこのイメージ。大竹誠の PC エンジンの番組で肋骨折っちゃった人。アクスさん、いらっしゃい。ツネオさん、なんかさ、素方が最初空手家だったのに、あの、クロマから、魔人から変わるとき、魔人だったっけ、違うか。魔界原子か。すんごいキャパなの。最高キャパ払った。72キャパ払ったんだよ。こんなに違うのかと思って。まあ、いっぱいあったし。思いっきり払った。そうですね、もう土のクリスタル終わって、エウレカで格闘家は伝説のスーパーなんとか人になるはい、いってらっしゃい。クロムゼさん、いらっしゃい。うん、対局のジョブっぽい。俺は大竹誠のただいま PC ランドで断髪式して青いぞって笑われてた記憶がある大竹誠のただいま PC ランド。どっちだったかな。わあ、力強いな。やるだ。トルさん、小嬢さん、いらっしゃい。あ、本当に忍者賢者にチェンジするときもっと必要になることがある。賢者か。そんな番組が30年近く前にあった。それってあれ、 PC ゲームを紹介するような番組。大竹誠のただいま PC ランド。旦那さん、いらっしゃい。おかえり。係長、いらっしゃい。ゴーレムの杖。 PC エンジンの番組。へえ、 PC エンジンだけの番組。 PC エンジンは知ってるよ、存在は。そんな貴重な番組があったんだね。今つか昔か。他になんかあったっけ、ゲーム番組って。私もあのゲームセンター CX しか思い浮かばない。ねえ、すごいよね。今考えると PC エンジンの番組ってすごい。それ見て親にねだって、DUO と、マンジマルですか、それ。たまにちょっとお色気要素があってドキドキしながら見てたらしい。なんで一言な？見てたんでしょ？
テレビゲームで番組ができてた。ファミッコ大集合ゲームキング。テレ東出版なの。朝に子供を集めた、ゲーム番組もあった。生まれる前ですし。天外無境っていうのは聞いたことある。2万字丸って神ゲーがあった。渡辺徹のやつ。ケアルラ。スーパーマリオクラブ。うん、なんかあったよな、あったよな。バカアタック多いな。これってリアルラックでしたっけ、バカアタック率って。私の運が悪いんか。あー、死んじゃう。ワールドヒーローズに出てた。初期は女の子に告白してたよな。金ピカ金ピカ、いらっしゃい。ケアルが。竜騎士はジャンプしないとね、ぴょん。連打してた。マニアックマンションとかセプテントリオンとか、割とマニアックな作品の紹介をしてた。今だからこそ見たいね、その番組。見たいなぁ。セプテントリオンもね、やってみたいの。脱出のやつだよね。めっちゃ強かった、百式。焼肉ね、うん。納金です。パソコンスタンデーもよろしくね。名作いらっしゃい。あれってやっぱ難しいの、スーパーファミコンじゃなかった、セプテントリオン。なんか有野課長がちょっとやってるのを 見たことがあって、面白そうだなぁと。プレステでも出てる。マンジマルプレステでも出てる。あ、DS でも出てるんだ。でもかなり長丁場のやつだね。あの言うこと聞かないやつらにイラつくゲーム。めっちゃ面白そう。見てる分には面白かった。男塾じゃないよ。天外魔境2アニメ。天外魔境コレクション。イライラゲーなんだね。これあれか、ホーリーダンスだからか。聞いてるの。ジャンプしたからじゃなくて。きっとそうだ。なんかせっかく手に入れたからさ、使いましょうって言われて、竜騎士にしたんだ。PSP のやつ載ってる。スーファミのみです。いや、そうしておいてください。あ、ここにあるね。カリスマ新社さんいらっしゃい。なんとか生きちょる。アリノカちゃんも入れついてた。温厚そうなのにね、アリノカちゃん。じゃあさすがの私もイラつくかな。イーってなるかも。勝手どっか行っちゃった。そうだよ、古代級の名、古代民だったかな。いらっしゃい。百式の万能説。天外2はリメイクよりもオリジナルが一番いいと思います。BJP さんいらっしゃい。ソハラは意外なところで短気そう。なんでそこで切れるのってとこで、ブチ切れるかもしれん。ソハラ怖っ。さあ、エウレカの再挑戦ですね。行きたいと思います。昨日は地下2階まで頑張ったので、昨日は、ガス欠してしまったから、
納金で再チャレンジです。物欲さんいらっしゃい。うん。15分前。デュオアール持ってる先輩が羨ましかった。デュオアール。アリの課長結構、鬼石。やばい、やめて。あ、そうだ、空手家タメルがあるんだ。やっぱさ、レトロゲーやるには PC エンジン欲しいよね。PC エンジン、メガドラ、ドリキャスぐらいは持ちたいな。ゲームキューブは、あ、でも、Wii か。もう Wii ないんだ。Wii U だわ。やばい。そんなこと言ってる場合じゃなかった。ワンダースワンようわからんもん。ビンビン丸さんいらっしゃい。いや、セガサターンもないよ。そうなんです。あの、そういうのがいいね。ちょっとマイナーな両ゲー、神ゲー。スーパーカセットビジョン？家にある初代デュオとうとう CD ゲーができなくなった。ご臨終してた？ネオジオポケット。なんか前出てたね、話。天使の歌。なぜかセガマスターシステムとマーク3が出た。取り消すならいいゲームあるよ。うん。エルクさんいらっしゃい、こんばんは。そうだね、できないんだね。新しく買うしかないね。これはまっすぐ行ったとこやったかな。あー、対立ミスった。納金だとサクサクだね。なんかこう考えながらコマンドしないから。貯めてみよう。はい、おやすみなさい。ジャンプ。テンガやりたくて PC エンジンが欲しかった。ドラゴンスレイヤー英雄伝説。18禁要素さえなければ、衝突？みんな見栄を張ってるけど、初めて触れたテレビゲーム機はカセットビジョンとかの世代なんでしょ。そうなの？僕わかんない。同国？衝突？小っぽくない？同国。ピュータ。ピュータ聞いたことある。こんなところで出るか。階段ですよ。天外魔境はゼロしかやったことない。ファミコン、ダメガネさんいらっしゃい。ほら、似てるじゃん。衝突と同国。衝突がこう、キュッキュッとなった感じの、感じ。エラもあるがグラもある。最高じゃん。私のドンピシャついてる。エロウロ。じゃん。コメビのせいな。ウィザードリーディンギルをやって種族はフェルパーでクリアしてもらいたい。早速縛るの？ん？あ、珍しいね。時計内蔵してたんだって。天外ゼロ。さっき貯めたっけ？大丈夫かな？石化するかな？ザク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 。
よし。ああ、なるほど。一人フェルパー入れてほしいってことね。でもさ、R18 ってタグがあるんだから、別にいいんじゃないの。ダメなん？ニコ生って。そんなサーフィン選挙知らんのんじゃけど。やっぱ怒られるん？あ、手裏剣だ。あ、ダメなんや。そうなんだ。突起物はダメ。有料放送なんてやるの？手裏剣。矛盾あるよね。変なもんが映ったらばん。変なもんって？あ、じゃあそのレベルのエロなんだ、洞国って。こんばんは、いらっしゃい。お気をつけて帰ってください。おこついらっしゃい。2016年に対応してない。あー、それがダメなあー、これがダメなの。へー、これがダメなのね。ちょっと運営込めて出すとさらにちょっとあれやね、ごめんね。へー、言わせんな、恥ずかしい。わんわん、いらっしゃい。そうなんだ。早く消えないかな。あ、あと、おっぱいね。おっぱいがいけんの。そっか。おっぱいがいけんのって。2016対応してない。レナードさん、いらっしゃい。ちょん切られちゃう。これ垂れてるね。ちょっと離れてるしな。お、焼肉が半分だ。もう3142になってる。ヒットポイント上がりすぎだね。すごいなあ。まあ、あっという間に5000とかいくんじゃないか。ちょっとそれは無理がり。おっぱい尖りすぎでしょ。WXY。 あー、お尻はセーフってこと？アメリカン。アメリカン。体力バカだね、ナイト。アメリカン。あ、熟練度がアップ。こっちじゃないってことは右からか。あ、そうですか。洞国のプレイ動画がある。ちょっと気に入っちゃった、アメリカン。戦う。深夜の放送やね。もう大丈夫。10時過ぎたし。お子ちゃま寝ちょるや。どうせシリコン。顔文字コーナーなんてないよ。FF14 では24人で攻略するクリスタルタワーなんだって。なんかやっぱドラクエ10と一緒ですね。ピラミッドがあるみたいな感じじゃないかな。やばいやばい。なんかやばい。あばい。倉之助さん、いらっしゃい。あばい。ズドン。え？寝たわ。何今の2000ダメって。チーンした。6回ヒットだったね。ただいま、おかえり。ふてねさ。安らかに。空手家はね、お休みになるんです。危ないぞ、危ないぞ。うん、なんか話題に出てた、ユーノっていうのが出るって。風邪ひくね。ソハラ安らかに。大丈夫か、みんな。
こっちかな。あ、こっちだね。あの頃のエルフは輝いていた。アキオさんいらっしゃい。こんばんは。でもね、本当に昔から言うの言われる。RPG 推薦抽選会の一番最初の時から言われてんじゃないかな。言うの言うのって。で、配信はできないよねっていう話になってるのに、毎回言うのっていう。言うの確か無理じゃなかったっていう流れがとっても多い。あ、RPG じゃなかったっけ？アドベンチャーやったっけ？あ、アドベンチャーか。でもなんか毎回言われるな。アドベンチャーか。そうだそうだ。涙がちょちょ切れる。泣きゲーか。あー、プレイ動画で見た。先制されると痛いですね。まあでも動画で見れるっていうのはねえ良い時代になりました。あー、歌われか。今アニメ見てるな。セガサターンのユーノの 100% 達成のあれこれがものすごく好き。鬼畜オーランスって何？鬼畜オーランス。鬼畜オーランス。あ、アリス。へえ。フリー配布宣言により無料での入手が可能なソフトだって。キムさんいらっしゃい。あー、なんか昔ながらのいい絵ですね。ある気がする。あっあ、私これ持ってるこの色気持ってるわ。はあ、これか。賢者タイムでした。持ってるわ、箱のやつ。うまくさん、よさんいらっしゃい。積んでるわ。ペペさんいらっしゃい。ゴーストさんいらっしゃい。いや、やってない。挑戦者がいたか。やじゃるん。入手済みでした。入手済みでした。うん、私ね、エロチョコ持ってるんだけど、卒業せんとなと思って。まあ、エロゲトークはやめようか。はい、お疲れ様でした。今3回か。ケアルラ。卒業しなくていいじゃん。うん、なんとなくね。ほら、泣くでって言ってるから。ホモ系もやめたのに。あ、ソハオがやばい。